はいどうも、なおちんです。さあ今日は妖怪ウォッチ3すき焼きをやっていきます。よろしくお願いします。久しぶりにダルマ塔に登ってきました。ここ結構時間かかるね。一回登るのに20分以上時間かかるんだな。まあ、とりあえずパーティーこんな感じです。毘沙門天と虫歯伯爵に仙北漢北できてます。まあ、サブに、日野神とエンマ2体いるんだけども、基本的には、毘沙門と虫歯伯爵で戦いたいと思います。いきまーす。久しぶりだなぁ。HP がね、5回ぐらいから回復できないっていうのが、結構難しかったよね。では、いきます。あー、まっすぐ並べてた方がよかったか。ちょっと待って、ブラスターで。ダメージを稼ぎましょうか。いや、バズーカでこれ当たったな。まあまあまあ。多い。うん、バズーカでこれ全然当たれる感じだわ。オッケー。スナイパーが多分一番当てやすかったよね。うん。ブラスター要因で入れてたような気もする。あ、意外と減らせない。これなんだったっけ。いいのか。うん、普通に回避して大丈夫そうだな。はいはいはい、そうそうそう、これこれ、懐かしい懐かしい。結構強くねえか、思った以上に強い。これ一回仙北漢北の必殺技で、ああー、にらめっこ、お祓いだ、お祓い、やば。これ動けなくなるんだ、だいぶ。ヒーラーをしっかり助けてやらないと。やば、マジか。嘘でしょ。うわ、こんな強かったっけ。こうして、こうして、なるほど、こういうのあったな。やべ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 、回復はするんだけども、これ厳しい。これブラスターでだいぶ削らないとやばいぞ。バズーカでいきましょう。よし、オッケー。あー、当たってねえ。オッケー。あー、ダメだ、いまいちだった。スナイパーの方がまだマシ。やば、これね、下手に動かしたらやばいんだよな。下手に動かさんようにしよう。うわ、こんなに防御力高かったっけ。全然減らせない。 OKOK、 あ、あ、なるほど、移動制限させられるのね。これ勝てるかわからん。これはやべえ。あ、ナイス、何くれんの。そうか、ここがあれか、安全なところだね。怖っ。んで、ちょっと待てよ、やばいやばい、これはやばい、マジか、めちゃくちゃ食らった。やべえ、こんな強かったかこいつ。うわー、ちょっと待って、まずはこいつがなんとかしないとどうしようもない。
やべ、もう完全にやばい。うわ。こんな強かった？やばい。よし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 。とりあえず起こそう。やばい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 。やばいぞ。よし、オッケー。こえ。よし。これ相当時間かかるな。いきます。いくぞ。よし。あー、だね。よし。あー、ダメだ。まあまあだな、まあまあだな。オッケー。で、覚醒今ちょっと回復してえな。うん。そこね。よし。オッケー。おい。強え。こいつむちゃくちゃ強かった。いやダメだダメだ。半分はようやく減らしてるけど、ダメだ。これダメだ。うん、ちょっと一人犠牲にしよう。やば。これ勝てないかもしんない。ちょっと待ってよ。あ、ホーミング無難ね。いやー強え。ホーミング無難だな。でもダメージは、少ないけどね。はい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 。いや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 。あ、やばいぞ。こうでこうで。OK。ナイス。これなんとか生き返らせたい。無理かこれ。いや、これ無理だわ。うわ、最悪。うわー、マジでか。積んだわ。こんな強かった？こいつって。いや、異常なぐらいに強い。ダメだ。ああ。ダメだわ。勝てねえ。これに俺昔余裕だった？はい、戻ってきました。6年ぶりぐらいに戦ってみたけど、強っ！あんな強かったっけ？ちょっと戦い方忘れたんで、ちょっと俺の過去動画見て勉強してみます。あ、これ勝てねえわ。はい。ということで、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。